今こうやってちょっと特殊な、これな、実は時代で抱かして、はい、実はこれもうこんだけ狭いとこ、隣同士が狭いでしょ。ああ。で、あの、こういうところでやっぱ塗装ができんって悩まれる人おるけど、はい、こうやって上手に足場組んで、実際には見えるか。おお。これ今、パイプ何やってるかっていうと、シートだけ、はい、貼るようにパイプ今、引いとんだ。あ、へえ。まあ、おやつさんとかでもいいんだけど、はい、ここね。要は足場、まあ、後でちょっと映像映してもらうといいんだけど、まあ、あれだな、おやつさん用にやるんだろ。あ、おやつさん用じゃなくて、シート用にな。で、ここにシート1枚貼るってことだろ。隣の家に飛ばれるな。はい、ああ、なるほど。いや、もう、ミッチーくんの。もうすごいですよね。お前なりまたお前が超えてくだろ。今まで俺が一番だったのに気に入らないようなった。いや、また抜けるだろ。いや、今日このコンテンツはちょっと弱いけど、ミッチー君には絶対負けないです。おおあいつのあなた爆速じゃあだ名ってあなた、あいつの爆速2からなんだっけ。まあ爆速、初代爆速の男。ちょっと解説しよう。これどうやって足場組んだ。ちょっと特殊に組んどるね、これね。ちょっと見るとこれお前が組んだ。そうっす。あんま取りたくなかったんで。なんかよう、ちょっとようコメントでさ、うん、こいつまだまだ全然坊主だなみたいな感じで入っとったやつおったね。へえー、そうなんすか。ちょっとうっとしいなと思ったね。思わなかった。俺見てないです。いや、入っとったよ。これ見るとね、これ本当にまあちょっと職人だね、やっぱりね。うん。これ上だって、これ上は出とるんだね。下が出てない。これどうやってくるんだこれ。ギリギリで組んじゃって、うんうん、普通はこれ外すだろ。そうですね。あ、へえ。だからもうこれ乗って作業、こっちの方がやりやすいかなと思ったんで。自分で考えてみます。そう、こっちの方がやりやすいなって。はい、まあやりやすいな。変にパイプで取るよ。で、またこういうの割れるんだよな、取ると。あ、そうなんすか。こうやって塗れや。なので、ミキシーター持ってきて。うんうん。そしたらこっから上をこうやって出してからかなんでしょう。そうですね。で、大きいブラケットで、中にもう一本立てとるんだ。はい。あ、本当に、これは上手だな。結局中に立てていくとか、はい、下がついてないのが一番難しいんだけど、下が上がってこいは全然いけるんだけど、下から上がってくるもんね、足場って、はい、これ空中からこうやって出ていくのが一番難しいんだよな。あ、そうか。じゃあ こっから出していくのが難しいってことですね。そうそうそう。だってこっちは足場こっちだもんな。で、向こうはこっちで上げてる。他には何、これ何、あの目いっぱいこれ養生まで入れてやったんだ、はい、当たってないんですけど、一応倒れた時に。ああ、そういうことだ。こちらに黄色いの巻いてるのは当たってないんだけど、揺れた時とかのために。そうです、はい、ちなみにあの今回、はい、5万6万再生寺道言ってたけど、どうなの。いや、負けた気がしないんで。おほほほほ。あ、解体速度は。そうです、強気。視聴回数は俺らの解体の速度だろうと。そうです。そしたら俺も5万再生ぐらいいかなかんよな。おっ、はい、そう。おー、いいっすね。カメラ目線で。ああ、実は、はい、あー、細いっすね。そうそう。で、これセンターって言って、はい、よく見るとちょっとブラケットじゃないでしょ。あー、ほんとだ。両サイドで、はい、でかまして足場組む。へえ。これ上見ると、上下から見るとまた分かるでしょ。あ、本当だ。手すりの上にやってるんだな。はい。屋根今回触らないから。はい。あ、さっきね、そうなんだ。上にパイプも、はい、はわしとるの取ってシートはもう職人さんに任せるみたいな感じだな。うん。さっきあれ上取ってるでしょ。はい、上は取ってる。うん、あれはもう職人さんが見て、結局またシートが垂れとるとトイが濡れないとかあるんだな。ああ。俺らは改修足場なんで、また新築足場と全然違うんだわ、やることが。はい、うんうん、で難しい。その物に合わせるのは隣もあるし、うん、でましてはこれ下もそうでしょ。フェンスもあるから。あ、本当だ、フェンスありますね。さっきもそうだよね、はい、普通って新築って建物建ってから、あのカーポートとか全部付随のもの建てていくじゃん、フェンスとかって、はい、うんうん、だけどフェンスとかある状態で足場組まれるからな、会社めちゃくちゃ難しいですよね。そうそうそう、全然違うよ。だってやることが違うな。うん。で、これ今回はこういう狭い場所にはこういう両サイドの広がるやつとか、はい、最悪これ手すりが2本のやつがあるな。あ、パンチスライドね。はあ、このあの 板がね、板みたいなやつ。この、うん、だからそれパイプ2本にして、その上を職人さんに歩けるように。そうそうそう。それは足場もあるな。おお。まあ足場も最近 YouTube でやってるけど。今日、そうそう、また求人来とった。あ、そうなんですね。そうそうそう。これちょっと一つ言いたい、はい、まあ、せっかくちょっと今日あれだで、うん、足場のね、まあ、組み方の解説になっちゃって、あんまり解体とかみんな組み立てとか、はい、興味ある動画じゃなかったんですけど、はい、あの足場の職人さんを募集しとるんで、うん、あの塗り替え道場では LINE あるでしょ。はい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 。LINE で検索塗り替え道場としてもらうと、はい、LINE アットがあるんですよ、ビジネス LINE みたいなのが、はい、塗り替え道場出てくるんで、はい、求人うちで働きたいなっていう人はあの一回話すだけ、まずは、うん、テレビ電話で話せるんで、ぜひあの一回ちょっとお話がしたいですと、はい、そのいたずらみたいなのやめてよ。塗り替え道場って検索してもらったら LINE アットで、はい、あの出てくるんで、はい、それであの求人希望ですっていうか、あ、実際喋って俺とかと、まあ、職長さんとかと喋ってもらうと思うんだけど、俺はあまり喋らないから、うん、喋った時にあちょっとパッとしんなと思ったらやめやいいし、うん、話聞いてみたいなっていうのからでいいから、まず、うん、で給料の条件とかね、あ、いろいろ詳しいところ、これいいんや、うん、ね、そうそうですね、公共の場では、そうですね、濃くて高そうなやつ、うんうんって聞いてますけど大丈夫です。先輩としてはなんか言うことある、これから来る人に向かって。まあ誰でも
はい、じゃあ次の話題に行きましょう。まあ今回はじゃあ足場ね、はい、解説な、うん、まあ、狭いところでも足場組めるよっていうのと、今後爆速の男がまくり上げるよと、はい、復活です。復活、復活、このちょっと解体生かしてよ、ね、楽しそうやね、撮りますんで、はい、はい、また見てね。